ロワルドダールは、イギリスの小説家、脚本家。カーディフのランダフ地区にて、ノルウェー移民の両親のもとに生まれる。シェル石油で働き、タンザニアやカナダにも行ったが、第二次世界大戦が始まってからは、イギリス空軍の戦闘機パイロットとして、従軍、ご機撃墜を公認されエスパイロットとなっている。1940年9月19日。 登場していたグロースターグラディエーター複用戦闘機がエジプトのマルサマトルーフ近郊の砂漠でキーを喪失し、不時着、重傷を負うも生還した。しかし、この際に脊髄を負傷したことによる、後遺症に生涯苦しめられた。後にこの事故はダールが発信前に受けた誤った飛行流と指示によるものと判明した。その後、 アフリカでバカ話やパイロット時代の経験をもとに小説を書くようになった。作家セシル・スコット・フォレスターが取材のためにダールの飛行体験についてメモを書くよう依頼したがダールは話すより書く方が早いと思ってメモを作った。そのメモの素晴らしさにそのままダール名義で出版されたことがきっかけでデビュー。百四十二年にはすでにグレムリンの話を 書いていた。風刺やブラックユーモアに満ちた短編小説や児童文学で有名。特に奇妙な味と評されるダールの短編小説は作家、評論家、翻訳課来のアンケート結果によるミステリマガジン2007年3月号でミステリー小説オールタイムベストの短編部門第1位に輝いた南から来た男のほか味、おとなしい狂気などで 日常的な風景や会話の中に人間の心の奥底に潜む狂気を伺わせ高い評価を得た。007シリーズで有名なイギリス人作家のヤン・フレミングの友人であり映画007は二度死ぬとチキチキバンバンの脚本も手掛けた。パトリシア・ニールとロアルド・ダール1953年に女優のパトリシア・ニールと結婚した。ダールとの結婚前彼女は ゲイリー・クーパーと3年間不倫関係にあり、彼の子を妊娠したが、クーパーの妻はカトリック教徒であったため離婚に応じず、中絶せざるを得なかった。ニールはマスコミから袋叩きに遭い、仕事も来なくなった。そんな時に彼女を可愛がっていた劇作家リリアン・ヘルマンの紹介により、ダールと出会い結婚した。結婚後も女優を続け、アカデミー主演女優賞を受賞した。 五人の子供に恵まれたが、妊娠中に脳卒中に襲われ、ダールの献身的な看護とリハビリのおかげで無事に出産し回復した。しかし、旅重なる浮気を理由に、1983年に離婚した。後にニールは次元の結びに、自分の愛した男性はゲイリー・クーパーただ一人だったと書いている。その後ダールは、同郷の女性フェリシティ・クロスランドと再婚する。 二人の間に子供はいなかったが、連れ子の長女オリビアが7歳の時に農園で亡くなり、息子セオは4ヶ月の時に交通事故で脳に障害を負った。ダールの死後、妻によってロワルドダール基金が設立された。ちなみにニールとの間に儲けた子供たちは全員父に懐いていたため、その後もクロスランドの元に集まったという。日本では評論者より観光。2005年より、 シリーズ文庫、ロワルドダールコレクションとして、審判観光。ロワルドダール劇場、予期せぬ出来事とは、BBC で1979年から放映された、ドラマシリーズ。ダール自身の短編小説を原作とした1話、完結、30分のミステリーで、本人が案内役で出演している。日本でも1980年から東京十二チャンネルで放送された。現在、 DVD が入手可能である。真実パトリシア・ニール辞典、短編集、飛行士たちの話収録の、彼らは年を取らないを参照。チャーリーとチョコレート工場の上映スケジュール、映画情報映画の時間。ありがとうございます。